山猫、山猫、山猫、フランス語は1963年公開のイタリア・フランス合作映画である。監督はルキノ・ビスコンティ。カラー、シネスコ、187分。イタリア貴族の末裔であるジュゼッペ・ランペドゥーサが自身の体験をもとに描いた彼唯一の長編小説を映画化した作品で、映画では全8章のうち、 第6章までを取り上げている。ビスコンティが初めてイタリアの貴族社会を取り上げた作品でもあり、後の作品に続く転機となった。また自身の血統であるイタリア貴族とその没落を描いた意味で、ビスコンティが唯一自身を語った作品と評された。第16回カンヌ国際映画祭ではパルムドールを受賞し、国際的な評価を確立した。しかし、 20世紀フォックスから長すぎるとのクレームを受け、シドニーポラック監修で161分の英語国際版が作成され、世界各国で主に短縮版が公開された。日本でも1964年1月に国際版が公開が、ビスコンティ没後の1981年にイタリア語オリジナル版185分が公開された。日本では当時の岩波ホールで、 同年12月に上映。オリジナルネガは保存状態が悪かったため経年劣化を起こし、国際公開版よりも退職が目立つようになった。イタリア政府により修復され、本作の撮影監督、ジュゼッペロ・トゥンノの治ムにより40周年を期し、山猫、イタリア語、完全復元版187分を2003年に完成させた。この修復版は2004年秋に、 日本でも公開された。19世紀半ば、イタリア統一戦争の最中のシチリア島。13世紀から続くシチリアの名家の当主で、サリーナ公爵であるファブリツィオは、家族と共に、パレルモの近郊の屋敷で貴族として、伝統を守りながら暮らしていた。ガリバルディの赤シャツ隊がシチリアに上陸すると、ファブリツィオが目をかけていたおいのタンクレーディは、新しい時代の波に乗るべく、 ガリバルディノに交流する。シチリアから、ブルボン王朝が撤退し、その木を見て、悲惨を蓄え、勢力を身につけた市長セダーラの姿を、ファブリツィオは冷ややかに見つめていた。そんな中、セダーラの美貌の娘、アンジェリカに、タンクレーディが恋をする。タンクレーディに思いを寄せる娘、コンチェッタをよそに、ファブリツィオは二人の結婚のなコードを引き受け、やがて、 ガリバルディの軍も解散し、新しい国王の政権が始まる。タンクレーディは早々とガリバルディの軍を離れ、政府軍に合流していた。中央から役人が訪れ、借位も、科学的な業績もあり、人格者であるファブリツヨを、新しい政府の貴族院議員に推したいと申し出る。ファブリツヨは、古いしがらみの中でしか生きられない自分にはできないと、断る。悲惨な。 シチリアの現状を変えなくても良いのかと、さらに懇願されるが、シチリアは、変化を望まない、眠りにつきたがっているのだと誇示し、代わりに、セガーラを推薦する。近隣の公爵の屋敷で大規模な舞踏会が始まった。豪華県乱たる屋敷に、数多くの貴族、新しい国家の将校たちが集い、タンクレーディとアンジェリカの結婚を祝福した。縁も竹縄になった頃、 アンジェリカがファブリツィオにダンスの相手をしてほしいと申し出る。かつて舞踏の名手として名を馳せたファブリツィオと美しいアンジェリカのダンスに居合わせた人々は目を奪われた。舞踏会が終わった明け方、ファブリツィオは家族を馬車で帰らせ、一人街を歩く。ファブリツィオは空の金星に向かってひざまずき、いつになれば永遠の世界で会えるのかと語りかけ、路地に消える。 2016年8月26日発売の山猫4慶修復版ブルーレイには再放送時に短縮されたネットテレビ版が収録本編約90分テレビ朝日版は容量の関係で未収録第6章の舞踏会の場面が全編のおよそ3分の1を占める同シーンに貴族の役で登場している多数のエキストラたちは3分の1が 実際のシチリア貴族の末裔たちである。また、スタンディ・キューブリック監督のバリー・リンドンなどと同様、人工の光源を排除して自然光のみで撮影されている。室内での撮影で不足した光量を補うため、多数のロウソクが添加されたが、そのためにセット内は虫風呂のような暑さとなった。劇中でキャストがしきりに扇を仰いでいたり、 汗に濡れていたりするのは演技ではない。また衣装など小道具も可能な限り当時の製法で復元された。本編中のバートランカスターやアランドロンとを招聘された外国人俳優のイタリア語は吹き替えであることが2016年10月10日深夜10月11日早朝に初回放送された旅するイタリア語内で明らかにされた。若者のすべて以来 プライベートでも親密な関係だったランドロンとビスコンティは本作以降絶縁状態になった。バートランカスターよりギャラが安いのを不満に思ったドロンがビスコンティにギャラアップを迫ったのが原因であると言われている。小沢一郎はかつて民主党代表選挙に出馬した際の演説でこの作品を引き合いに出してタンクレディのセリフ、変わらずに生きてゆくためには 自分が変わらねばならないという言葉を引用。自分は変わるとアピールし、剛腕、壊し屋というイメージを一新するスローガンとした逸話が知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。